あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ今回なんか微妙に暗いような気がするけん、ちょっとね寝ようか。じゃあ最初に寝て朝にしてから、暗い闇の中に光が見える。お、またどうやら夢を見ているらしい。もしかしてこれって連続であるんかな。いつも寝けん、寝た時に限ってこういうのが。彼女といつまでもこうして一緒にいたい。こんな僕の気持ちも魔物たちに踏みにじられる日が来るのでしょうか。ああ、でもきっとあなたなら竜王を倒してくれる。僕はそう信じています。誰なの？てかあの女の子超可愛いんやけど。彼と一緒にいると世界を闇が覆うなんて嫌なことも忘れられるわ。顔はまあピリンと一緒な気がするけど、なんやろ、髪型とかかな。超可愛いんやけど。でもそれは嘘。世界が滅べば私たちの愛も終わってしまうって彼がそう言うんです。まあね、世界が滅んだら生きてないもん。だけどきっとあなたなら何とかしてくれる。だってあなたは伝説の勇者の子孫ですもの。何が何が、私？てか今回めっちゃ出てくるやん、いっぱい。闇の竜、翼広げるとき、ロトの血を引く者、来たりと闇を照らす、光とならん。これ、僕の祖父の口癖なんです。おう、神よ、古き言い伝えの勇者となりえし者、に、光あれ。誰、誰。その米印に入るのは私の名前かい？遠い記憶のようだ。しかし自分自身の記憶なのか、他の誰かの記憶なのか、よくわからない。どういうことやねんやけん、それは。記憶だとしたら自分以外の記憶であることはありえないだろう。じゃあ今回は、なんかね、ロロルドが、戦いのマークが出とるけん、それをしようかなと、思うのだけど、これね、うお、びっくりした。これね、前に撮ってきた、あの、石像、この魔物の石像のやつを、まあ、こういう感じで、挟み撃ちにしようと思って、自分が焼かれた。うん、挟み撃ちにしようと思って、こういう形で、まあ、配置してますと。でもって、こういう感じでなんかね、今いろんなものが落ちとったけど、ああいう風に物が落ちとるということは、あっこで、焼かれた魔物がいるということだな。で、この下にも、こうやってね、あ、なんかめっちゃ物落ちとるけど、こうやって、鉄罠をめっちゃ仕掛けてるから、まあ、大丈夫だろうと。ぐるっとね、仕掛けてるから。まあ、こういう感じなので、見てるだけでも多分、いけると思う。ということで、はい、戦うよ。戦うよ。あゆなよ。どうやらまたも魔物たちがこの町に攻め入ろうとしているようだ。まったくこれに奴らだな。我らの防壁で新しい武器で立ち向かおうぞ。さあ、あゆな、戦いの準備は良いか？ほい。良いです。お、来た来た来た。竜王軍バトル、すべてのモンスターを倒せ。5匹。とりあえず、武器は一応装備しとくとして、まあ、この鉄の剣でいいね。どっち方面から？お、狩猟軍団が襲ってきた。こっちだね。じゃ、とりあえず、よいしょ。ああ。よいしょ。高みの見物。私はね。ああ、上がってくるんじゃないだろうね、君たち。ああ、上がってきた！あ、いや。どっちにしろ簡単にやっつけてしまうけれど。魔物の軍団を倒した。イエーイ。あ、また来た。うわ、待って。すぐ隣にいるんだけど。あ、降りてくれた。こいつらも、
扉を壊す気か。やめて、扉、あ、壊された、扉壊されたよ。中に入っていく、もしかして。でもね、その壁は壊せる。壁壊しやがった。壁壊しやがったよ。うお。待ってくれ。そっちの下に、お、そっちの下に降りてくれれば。降りてくれない。あ、うお、ちょっと待って。弾き飛ばさないでよ。あ、そこ焼かれるよ。ほら。丸焼きになるよ、みんな。え、めっちゃ破壊されてんだけど、待って待って待って。高みの見物しようと思ったのに。今からまた。ダメじゃん。高みの見物できんじゃん。じゃ、とりあえず。あ、やっつけちった。イェーイ。あ、全部やっつけれた？あ、よかった。バトルコンプリート。でもまたなんかちょこちょこっと破壊された。命の木の実を手に入れた。いやー。え、防壁破壊されたんだけど。今回はなんか扉が残って、周りの壁が破壊されるっていうわけのわからないことに。とりあえずこの辺集めとこうね。いやー。焼かれるって。これね、自分にもダメージあるけんね、普通に。ほら。うわ、超焼かれるんだけど。怖っ。んで、この下も。何かしらいろいろと。ん？もうないかな。よいしょ。くそー。高みの見物だけしてればいいかなと思ったけど、高みの見物だけじゃダメだったな。オッケー、これで。扉を開ける必要はあるのだろうか。あゆなよ、もうそろそろこの町の町長を決めた方がいいと思うのだがどうだ？町長の資質たる決定力、包容力、忍耐力、体格、骨格、そして程よいセクシーさ、それいるか最後。それらすべてを兼ね備えておるのは、この町でただ一人、我が輩を置いておるまい。いや、あなたにセクシーさはないよ。どうだ？とりあえず我が輩を町長ということにしてくれるか？答えまだ出さずともよい。お主の決断を待っておるぞ。わははははははは。いやあ、あんただけは町長になってはいけないと思うよ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てか、あの守りでもダメなんや。結構やな。街は守れたみたいやけど。